こんにちは。ハロプロ速報の時間です。ビヨーンズの山崎ゆはねちゃんが卒業を発表しました。突然すぎるお知らせに、激動の日々を送っていたビヨーンズのファンたちはさらに大きな衝撃を受けています。そんなニュースの背景や、ネットの反応について詳しく解説していきます。このチャンネルでは、ハロプロの最新情報や見逃せないコンテンツをお届けしていきますので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。山崎ゆはねとは、山崎ゆはねちゃんは2002年11月5日生まれの愛知県出身、モーニング娘。のオーディションを経て、2016年にハロプロ研修生へと加入しました。当初はダンスを特技とし、早々にキュートのコンサート帯同に選抜される活躍を見せました。2017年の実力診断テストではマジックオブラブを披露し、ボーカルも両立させた見事なパフォーマンスで歌唱賞を受賞しています。その後2018年に新グループへの加入が発表され、ビヨーンズとしてメジャーデビューを果たしました。ハロプロ研修生からビヨーンズでの活動に至るまで、同期としてお互い意識してきた西田しおりちゃん。研修生では一つ後輩ながら、高い歌唱力でベストパフォーマンス賞の実績がある島倉梨花ちゃん。並み居る強力なライバルたちと切磋琢磨しながら、グループを盛り上げてきました。そんな中でもゆはねちゃんは、メジャーデビューシングルメガネの男の子や舞台、不思議の国のアリスたちで主人公を務めるなど、初期からエースポジションとして活躍しています。大のドラえもん好きで、秘密道具のごとく繰り出されるドラえもんトークにも注目。知識にとどまらず、まるでアニメから飛び出したかのように表情豊かなキャラクターは何よりもの魅力だと思います。そんなゆはねちゃんはビヨーンズにとって高いスキルやコミカルな雰囲気を演出するための重要メンバーといえます。また研修生に加入した当時からあややに似ているとしても噂になりました。そんな評判もあってか、映画の頃では松浦あやちゃん役として出演。ゆはねちゃん本人もあややへのリスペクトが強く、つい先日放送されたビヨーンズソニックでは松浦あやメドレーを披露していましたね。まさにあややの再来として、今後の活躍を期待するファンが多いのではないでしょうか。山崎ゆはねが卒業を発表。そんな将来有望の山崎ゆはねちゃんでしたが、なんとビヨーンズおよびハロープロジェクトを卒業するとの発表がありました。突然すぎる報告にファンの間でも衝撃が走っています。卒業の理由については、新たな環境に身を置いてさらに音楽を学び、様々なジャンルの歌にも挑戦して自分の可能性を広げたいとのこと。オタク目線ではビヨーンズほど自分の可能性を広げられそうなグループはないと思ってしまいますが、本人にはまた違った未来が見えているのでしょう。今後もステージに立つことを志してくれているだけでも嬉しい限り。最近はハロプロ OG たちによる M ラインクラブも精力的に活動していますし、ゆはねちゃん個人としてはまだまだプフロント内で活躍する場がありそうです。とはいえ、やはり急すぎるという点で理解の追いつかないオタクが多いのではないでしょうか。ビヨーンズとしての活動は、ツアー千秋楽である6月27日の豊洲ピット公演が最後になるんだとか。初期エースの卒業がすでに3ヶ月を切っているなんて、信じられませんよね。このタイミングでの卒業になった理由としては、新しい目標に向かって21歳のうちにスタートを切りたいと発表されています。ビヨーンズという有望なグループを旅立ってでも成し遂げたい夢が明確に見えているなら、それは応援するほかありません。なんといってもオタクたちは、これまでゆはねちゃんの素晴らしい活躍を目の当たりにしてきました。そんな彼女であれば、きっと大きな偉業を成し遂げてくれるはずです。今よりもさらに輝かしいステージを見せてくれることを祈りつつ、卒業を温かく見守りましょう。ビヨーンズの行方。最近のビヨーンズは、本当にニュースが絶えない激動の日々を送っています。昨年末から一岡玲奈ちゃんが体調不良により活動を休止し、復帰は叶わず今年3月に卒業を発表。つい先日事務所を退所しました。一方で約1年ぶりのシングル発売が決定するという嬉しいお知らせもありました。その高いクオリティも話題となっており、いっちゃんの卒業による失速を全く感じさせない雰囲気があります。このまま変わらぬ勢いで走り続けてくれるものだと思っていました。そんな中で今回の卒業発表、これ以上の驚きはありません。まさかハイトゥーダイヤモンドで机に入っていくユハイモンが卒業を暗示していたとは。気になる点としては、まず何より卒業シングルについて、今回のトリプル A 面シングルのうち2曲はすでにひなフェスで披露されています。ミュージックビデオが公開されているハイトゥーダイヤモンドといっちゃんを連想する新幹線がテーマのウォーシティ号ですね。ということは、まだ披露されていない残りの1曲フックの法則がゆはねちゃんの卒業記念曲として位置づけられているのでしょうか。ビヨーンズ第1章の顔でもあったメンバーの卒業を見送る曲がないとは思えないので、そうであってほしいと願うばかり。また雨の森川海のコンボについても心配です。ビヨーンズはグループ内に3つのユニットが構成されていることも大きな特徴。鉄道好きであるいっちゃんの卒業によって地下鉄のコンボが不安視されていました。立て続けにゆはねちゃんの卒業も決まり、
雨の森川海からも一人かけることになります。しかもいっちゃん同様、ユハネちゃんはユニットの中心人物ですよね。今後のビヨーンズにとってユニット体制自体も大きな転換点となりそうです。ネットの反応、このニュースに対するオタクの反応を見てみましょう。はあ、もう言葉になりません。助けてホノピ。今来た産業はあ、マジかよ、辛いよ、ショックすぎるんだが。マーゲーノーカー引退じゃないんだし、そう落ち込むなよ俺。これは予想外すぎてちょっと悲しみに暮れるオタクたち。嘘だね、エイプリルフールはとっくに終わったぞ。ガチやんけ。なんとなく今年のハロメンは嘘が少ないなと思っていました。おいおい、まだ何もなしてないだろ。いやもう十分やったろ。これからだろうがよ。本当にいよいよこれからって時ですよね。ビオフォニックの前に発表するなよ、楽しめなくなったわ。なんでこんなに急なの。まさか春に卒面追加されるとは。現場としても大きなものが控えており、どこまでも驚きしかないタイミングです。これって何かしらの予兆あったの。ビオ追ってないから有識者教えて。あれだけビオの中で一人ご了承されてたのに、1年ちょい前からパタッと全てのプッシュが止まった。ビオスパイの千秋楽で泣いてたことぐらいしか。確かに事務所からの押され方が弱くなった印象はありました。地下鉄も雨の森もあかんか。一番のエースが抜けるのはヤバすぎる。アイリのいないキュート、ハイトゥーダイヤモンド何度も繰り返し見て、やはりユハネだと思ってたらこれだよ。月曜武道館すらやらせてもらえないのか、あの次世代エース面が。エースが抜けちゃうのはあかんやろ。まだまだエース面としてのイメージが強いのは事実。ラストが豊洲ってなんやねん。カナナンの卒コンもやった由緒正しい箱だぞ。大箱なしで卒業って、とにかく早く卒業したいということか。さすがに競争率エグすぎる。さやしパターン、卒コンまで2ヶ月半が。2ヶ月前に卒業を発表した大エースさやしりほちゃんを思い出すニュースですよね。秋に西だな。そこまで言ったら解散だろう。ああもう解散だよ。あれだけ有望なメンバーたちが揃っていても揺れるなんて、グループのバランスというのは不思議なものです。姉妹の絆か。レシート姉妹、レシート姉妹でデビューか。ティッシュ代わりにレシートを渡すいっちゃんと、ありがたく受け取るユハネちゃん、こんな名コンビなかなか生まれません。12人体制じゃなくなって吹っ切れたんだろうな。一岡脱退で吹っ切れたか。一岡が具合悪くなった原因はこれですか。時系列は分かりませんが、お互い強く影響を及ぼし合ってたのは間違いなさそうです。オタトゥハイじゃねえか。ハイは一岡山崎、ダイヤモンドは10人。突然泣いてばかりになった島倉梨花様もこのことで気を病んでたんだろうか。いろいろと示唆があったのではと勘ぐってしまいますね。21歳のうちにスタートを切りたい、ソロデビュー決定済みってことを。いよいよソロデビュー来たか。松浦綾の曲を歌い継ぎます。歌唱面なだけあり、ソロデビューへの期待は当然高いです。M ラインなのね。 M ラインなの。 MSMW 組に合流するのか、アイリみたいに一人でやるのか、事務所を出ていくのか。新たな環境イコール MSMW。ヒナフェスでのシオーム特別待遇を見ていると、 M ラインに憧れるハロメンがいてもおかしくありません。韓国にでも行くのか。カッサーに刺激されたか。事務所も辞めるんか。新たな環境イコール他事務所確定です。ありがとうございました。事務所に残る感じの文面じゃないよな。乃木坂入ったら笑う。岸本夢乃ちゃんも結局アップフロントからソロデビューしましたし、これは何とも言えませんね。まあ円満ならええよ、絶対歌詞続けろよ。とにかく今後も歌声を聞けることだけ願います。ということで今回はビヨンズの山崎ゆはねちゃんが卒業を発表したという衝撃のニュースを紹介していきました。これだけ語っていても未だに実感がありません。共に活動してきたメンバーたちはなおさらでしょうね。これからどのようにステージで咀嚼していくのか、ファンとして温かく見守っていきましょう。このチャンネルではハロプロの最新情報や見逃せないコンテンツをお届けしていきますので、まだチャンネル登録をしていない方はぜひ登録ボタンを押してくださいね。またこの動画が気に入ったらいいねボタンを押し、コメントでこのニュースに対する感想などを教えてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。さようなら。